RX95？ はい、わずかの量でも空気に触れると高熱を伴う超エネルギー源に変化して、その場の大気のバランスを崩し大竜巻を引き起こしてしまう物質でございます。開発した研究所のスタッフからこの RX95 の売り込みがありました。なるほど。そのサンプルを内戦が続いているチョルジェ国の政府軍に横流しするというのか。はあ、分析して大量に製造すれば内戦の収拾も時間の問題。さすれば。その件に関してはお前たちに任せておる。うまくやるがよい。はあ。ではくれぐれも抜かりなきようにな。任せください。ハートを磨くじゃない、綺麗に磨くじゃない、今より誰より輝いて認めてやる。やるじゃん、なかなかやるじゃん、やるじゃんあいつ。バチバチと火花飛ばしてみるか。あいつが振り向いた時勝負はついた。恋の始まりとは知らずに落ちていた。なんて不思議な目をするんだベイビー、 ベイビー。まるで全て僕の全てお見通しだけど、素敵に優しくて僕は息を ンバ。マン。間違いなくあんたのようだな。受け取りの手順を確認する。場所はあんたの勤める研究所がある最寄りの駅前。時間は明日の午前10時ジャスト。私がガンバロボを指定の場所に隠し、3分後俺の手下がそれを受け取って代わりに1億円のエキシ。どこまで話したっけ。代わりに3億円の。そうそう、3億。何？1億円です。そう、1億円の現ナマが入ったズタ袋を置いて立ち去る。その3分後私がそのズタ袋を受け取って立ち去る。それで取引は終了だ。いいですか、何度も言っているように絶対にサンプルには大きな衝撃を与えないでくださいよ。超エネルギーに変化したらそれこそ今までに見たこともないような大竜巻を引き起こしてしまいますからね。それを期待してるんだよ。じゃあな。ああちょっと、もしもし、1億円ちゃんと持ってきてくださいよ。もしもし、もしもし。はるか先生、日曜日に俺たちに付き合ったりして恋人さんはがっかりしないんですか。そんな人いないわ。本当かな、信じらんないな。しつこいぞ、ゾウシ。そうよ。だってさ、はるか先生みたいな美人男がほっとくわけないじゃないか。恋人がいないってのも変だよな。だっていないんだから仕方ないじゃない。時間だ、行け。あれか、
あれが1億円。うわぁ、なんてこった、よりによってこんな時に。やあ君たち。あ、カズマ、おじさん。いや、はるか先生、ご一緒だったんですか。奇遇ですね。いや、僕も今日あたり動物公園へ行きたいなーなんて思って、イサミンチに電話したら、こっちだって言うもんですからね。ソシ君ね、男の友情さ。俺は約束を果たしたからね。わかったわかった、ありがとう。それから恋人いないみたいだよ。本当ですか。ああ。よーし、だからちゃんと約束守ってよ。分かってるって。さあみんな、バーンと春にパトカーで動物公園に乗りつけようぜ。パトカーで、やったー。やったー。頑張ろうだ。ラッキー、これ欲しかったんだ。儲けたな、ケイ。ガンバマン。いやー、なんてこった。私は約束通りちゃんと指定の場所に置いたんだからな。1億円もらうぞ。冗談じゃねえ、俺のだ。離せよこの野郎。バカ野郎、そんなことやってる場合か。おい、いやー今日はまたいい天気ですね。ああ、ちょっと休んでお茶でもどうですか。でもたった今入ったばかりですよ。え？あ、そうでしたね。はい。なんだよ。みんな食べたいってアイスクリーム。アイスクリーム？バーカ、たった今入ったばかりだろ。何でも好きなものを持ってくれるって言わなかったっけ。分かったよ。たくちかのことが切って切ったんだ。ほら、サンキュー。あ、ツリーちゃんと返せよ。分かってるよ、残ったらね。それじゃあ、はるか先生。ああもう、なんだよ、久々で非番だったのに。バカモン、事件だ。はっ、課長。動物公園の近くにあるエネルギー研究所から進化発する物質が盗まれたという連絡があった。はっ、今その動物公園、その物質はたった 10g だが、もし空気に触れると。一瞬にして高温を伴う大竜巻を引き起こす。ああ、わかりました、直ちに直行します。事件なんですか。この近くの研究所から危険な物質が盗まれたんです。くー、なんでこんな日に。では。危険な物質。まあ、すごいすごい。首が長いのに餌食べてる。先生、キリンだって生きてるんだ。餌ぐらい食うさ。そうね。うわ、敵のミサイルが命中。それ、それ。こら、もっと大事に扱わんか。壊れたら大変なことになるぞ。だけど乱暴なガキだ。頑張ろうも、平和を守れ。それは、おっと、何してんだよ、ケイ。怪我するぞ。だく心臓に悪いぜ。ん？あ、なんだこれ、アームミサイルか。そんなのあったっけ。新兵器だろ。何か書いてあるわね。 R×-95。 RX95 でしょ。なんでそう言い切れるんだよ。僕のガンバロボだよ。それ、行くぞ。ビョーン。とにかく一刻も早くあのガキから奪い返すんだ。ん、怠け者ってね、ほとんど一日中ああしたまま動かないのよ。ケイちゃんとは大違いね。ああ、動きっぱなしで全然止まんないよ。おっ
じゃあそのガンバロボどうしたんだい。それ実はおじさんたちのものなんだけどな。僕が拾ったんだもん。ゴミ箱に捨てちゃったんだもん。よし、じゃあこうしよう。1000円出すからおじさんに売ってくれないかな。1000円やだよ。じゃあ1万円。おい、トシ。ん？あれ？何やってんだっけ、イのやつ。じゃあ10万円でどうだ。嘘だい、おじさんたちお金なさそうだもん。聞き分けのないガキだ。どうしても嫌なのか。嫌だったら嫌だよ。くねえ。うわあ、これよこせって。ガンバロボ？うん。物好きだな。よく食うな、ほんと。当たり前だ、カズマおじさんから金もらってるんだ、食わなきゃ損だぜ。それにしてもあの怪しい3人組気になるね。子供のおもちゃを狙う強盗なんて聞いたことないな。おお、やったー、逆転だー。飯食うのかテレビ見るのかどっちかにしろよ。動物園まで来て野球見なくてもいいのに。うるせえな、バカイサメ。次のバッターは何よ。山田、番組の途中ですが、内容を変更してママだママだママー。やーい、残念だったね、野球。チェ、テレビに手振っても見えるわけねえだろ、バーガ。いいじゃんよ。二人とも静かに。 RX95 はわずか 10g の量でも空気に触れると超エネルギー源と化し、一瞬にして高熱を発し、大気のバランスを崩し、大竜巻を引き起こすという危険な物質で、盗まれたサンプルは全長6センチ、直径 2.5 センチほどの小さいもので、当局では必死の捜索を行っております。なあ、キエイ！キエイはどこ行った？さっきまでここにいたのに。そこのバカが飯食うのが遅いもんだからな。どっか行っちゃったんじゃねえの？なに？さあ、今度こそガンバロボをもらおうか。ここにいっぱいあるよ、1回100円。坊やのがいるんだよ。あ、おまわりさん。うそ、ピョン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 。ビーだ。くそん。しかし、とんでもないものを開発したもんだな。開発なんて滅相もない。 RX95 は偶然の産物でして、我々も取り扱いには困って。カードキーを持ってるのは誰だい。大勢いますが、ここの暗証番号を知っているのは私のほかは。失礼。はい、もしもし。なんだ、イサミか。何？ RX95 ガンバロボ。変な3人組がケイちゃんの拾ったガンバラボを狙ってるの。きっと犯人よ。高木先生はどうした。先生、知らないわよ。それよりもケイちゃん。バカモン、何がそれよりもだ。おじさんってば。はるかさん、あなたは薄情な教え子に見放され、一人恐怖に怯えているんですね。バー、
待っていてください。遥香さん、あなたのカズマが今助けに行きますよ。ここが事務所か。はあ。直ちに入園客を避難させろ。え、遥香先生、遥香先生聞こえますか。あなたのカズマです。緊急事態が発生しました。直ちに動物公園からできるだけ遠く離れた安全なところまで避難してください。決して慌てちゃいけませんよ。落ち着いて速やかに最寄りのゲートから避難してください。刑事さん、あんたたちは客がパニックにならないように誘導するんだ。しかし何が一体。なあ、わからんやつだな。空気に触れれば不安定な超エネルギー源となって高熱を伴った大竜巻を引き起こす危険な物質が園内に持ち込まれているんだ。わかったら早くしろ。あちゃ、うわられないぞ。おとなしく降りてこい。やだよ。あ、こら。いた？いない。お兄ちゃん。ケイ、どこだ？あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん。ケイ、行こう。うん。今度こそ逃げられない。うん。兄貴、助けて。お兄ちゃん。ケイ、頑張れ。よし、でかしたぞ。こっちへ来い。動けないっすよ。そこを何とかするんだ。ダメだ。バカ野郎、人間根性だ、根性。しょ、みんな勝手なことばっかり言いやがって。よし、よっしょ、よし、よっしょ。どこい、どこい。おじちゃん頑張れ。よいしょっと、よいしょ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 。頑張れ。さあ、手を伸ばせ、坊主。うん、頑張れ。よし。なにくそ。こら、じたばたするな。だって、だってライオンが。助けて。いやー、よかったよかった、やるじゃないか。というわけで頑張ろぼを渡してもらおうか。くそ、ただで助けるほど俺たちはお人よしじゃねえんだ。これを叩きつけるぞ。いいか。とはいえこちらも命は惜しい。はい。けっ、バカにしやがって。おめえらろくな大人になんねえぜ。まったく、これで1億円文句ないでしょうな。行っちゃった。行っちゃったね。普通中身確かめるよな。ああ、バカなんじゃないやっぱり。なあ、はるか先生、なんでこんなところに。まだほら、あ、怠け者が何だって言うんですか。感じません？何かをこう訴えかけるような。訴えかける、そうですね。それどころじゃないんです。直ちに避難してください。避難？そうです。先生を頼む。来い。はい。やいつら行かしちゃおうか。気がついたみたい。そうこなくっちゃ新選組の出番がなくなるところだったな。ガキども、この辺に隠れているのは分かってるんだ。分かってんだ。手加減してるやつに乗りやがって。やがって。3つ数える間に出てこい。さもないと恐ろしいことが。できる。
バラの印は正義の印。竜だろ、竜。うん、そう。この世に竜のある限り。悪だよ、悪。あ、ごめん。天に代わって悪を断つ。新選組参上。なに、うん、なんだ、なんだ。光ですね。わかってる、そんなことは。やっちまえ。うん？玉切れですかね。故障かな。うん？うん、かっこよすぎる。確かにこっちか。はい。また新選組か。エネルギー研究所から RX95 という危険な物質を盗んだ犯人たちが新選組を名乗る謎の人物によって捕らえられました。サンプルも無事当局に引き渡され、安全な方法によって処理されることはいはい、よかったよかった、めでたしめでたし。すいませんね、はるか先生。はい。いやー、動物公園に行ったっていうのに飛んだ一日だったじゃありませんか。いいえ、怠け者さんが見られたし、はるかとっても楽しかったですわ。そうですか。はい。でもさ、事件のおかげであんまりお金使わなくて済んだんでしょ。うその割にはラーメン一杯とやに。お前らな。それに高木先生だけ肉野菜入りラーメンっていうのも後々問題残すよな。うんうん。ああ。わかったよ。こうなったらもうやけだ。うーんと奮発してやるから覚悟しろ。俺は八宝菜とエビチリソース、あと酢豚とカニ玉ね。おいさん餃子一皿。あれ、え、申し訳ありません、この後始末はただいま取り行っております。今回の事件で黒天狗の名が表に出ることはないだろうが、ご安心ください。逮捕された連中は黒天狗の存在すら知りません。チョルジェ国のことは至急別の手立てを考えろ。そして新選組を名乗る者の正体も責任を持って調べるのだ。よいな。はっ。ママのお友達ピアニストのみどりさんがリサイタルを開くことに。ところがそこにとんでもないジャムが入ったの。よし、新選組がきっと犯人を捕まえてみせる。次回、選ばれたピアニスト。